リキチカのレッツ深呼吸、はい、時間がやってまいりました、毎週火曜日6時から、湯野湾市ね、急なにある G タウンビルの、屋上のねビアガーデン B サイドから、はい、お送りしてますけど、うん、今日も気持ちいいですね。ね、うん、まあ、先週はちょっと天候が悪くてね、そうですね、スタジオの方からでしたけど、はい、またビアガーデン B サイドからね、お送りできますんで、はい、まあ本当にスタートの頃よりはね、日の高さがちょっとね、うん、やっぱり下がってきてる ね、だんだんと、うん、まあ今日も、まあ、風がいい感じのね、穏やかな風で、うん、めっちゃ気持ちいいですよ、ですけど、うん、いい感じ、まあ、いろいろここ数日でいろんなことがあってね、はい、ね、なんかスマップの解散とか ね、びっくりですよね、本当、まあ、今日は今日で第1試合ね、カデナ残念でしたけど ね朝から、あ、まあ、応援してね、はい、で 9本、あ、まあね、9本の中日っていうことで、はい、で僕も長男だから、うん、ワンス持ちの長男だから、あ、そうか、リキさん長男だよね、で明日もバタバタね、わかる、明日はウークイっていうの、わかりますよそれぐらいわかりますよ、ね、お願いしますよ、昨日あの運慶中心食べて、はい、で今日は中日で明日ウークイなんですけど、だから今日でも親戚回りしないといけないということで、はい、でラジオの番組もあるから、うんうんうん、急い、まあ、ちょっと余裕、時間に余裕を持ったつもりで、はい、うるま市からね、うん、回ってたんだけど、はい、意外に渋滞が激しくて、そうですね、結構混んでますね、やっぱり、うん、もう高速、これやばいな、間に合わせもないからってことで高速乗ったんだけど、高速もね、まあまあな渋滞っていうか、まあ80キロ出せないぐらいのね、へえ、うん、高速もそうそう、40キロから50キロぐらいな感じで、へー、うわー、これやばいなと思ったんだけど、なんとか、うん、なんとか目標の6件すべて回って、あ、マジですかさっきこっちに到着したばっかりなんだけど、まあ、本当に思いがけない、ね、渋滞でちょっとイライラするかもしれないですけど、うんうん、まあ、ここはね、また、一呼吸置いて、うん、深呼吸ね、そうですね、まあ、信号に止まってる間でもいいから、うん、深呼吸をスーッとね、うんうん、1回ぐらいやるだけでもちょっと心にゆとりっていうかね、うん、気分も変わりますのでね、落ち着きますんで、うん、ぜひね、もう昨日、運慶でしたから、はい、たくさんご先祖さん今沖縄にいっぱいいるからね、今ゴロッコロいますよねご先祖さん、はい、もうなんちゅうかな、もうある番組でさ、はい、ポケモン GO みたいな感じに今沖縄がなってるからとかって変な状況やってたけどさあ、なんかありましたねポケモン GO で、見ましたもう先祖さんが見えたら大変だよねゲットとかあれ、そういうことか、あ、まあ、だからそんな感じでね、まあ、海に行っちゃいけないとかね、はいはい、いろいろあるんですけど、うん、まあ本当に、この期間ね、明日までちょっと渋滞続くと思うんで、はい、ちょっと落ち着きながらね、行動してもらいたいなとね、うん、思いますね。で、まあ、なんちゅうかな、もういろんなことがいっぱいありすぎてね。そうですね。まあ、今日 のゲストさんとの話題の、ね、中にも出てくると思うんですけど、はい、今日は、なんとね、まあ、先週もね、ミュージシャンのね、バンジョーさん、はい、バンジョー愛さんがね、続きですね、いらっしゃったんですけど。今週も引き続きミュージシャンのね、はい、フィフィスエレメンツ、はい、やばいイケメンでよ、イケメン、お二人が、はい、来てますね、ゆうくんと、アーラくんが来てますんで、はい、たっぷりね、時間内でお届けしたいと思いますん で番組内のいろいろね、メッセージ、メールとかでもね受け付けてますんで、はい、797@fmginowan.com で、ね、メールの方も、どんどん、お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。 FM ギノワン、レッツ深呼吸、この放送は、ビアガーデン B サイド、オーシャンビューネイルカフェココ、ジミー、おしゃれホテルかくれんぼ、 R3 の提供でお送りいたします。はい、それではオープニングに、フィフスエレメンツの、メッセージをお聞きください。
はい、どうも、来ちゃいましたね。エクスエレメンツさん、どうもこんにちは。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いえいえいえ、どうですかこのビアガーデンから。いいですね。ねえ、なんか景色となんかもういいですね。このザ、これあれですか、普天間をやっぱり楽しめる雰囲気になってるんですかね。もうここはだって茶壇のこれから夜景も見えるしね。ね、うん、観覧車も見えるし、ちょうどいいサンセット時期で、そう最高です。え、ゆうくんはここ初めて。はい、初めて来ましたね。すごい、めっちゃ最高ですね。いいロケーションです。アラはね、先々週初めて来たっていう感じだから、はい、そうなんですあのね、あの地元で歩いて数分のところに住んでいながら、これ行っていいんですか。そうなんですこれ行っていいの。教えていいですか。歩いても分かんないじゃん、住所なの。はい、もう歩いて5分以内のところに住んでます。どうも、普天間出身のアラです。よろしくお願いします。でもね、こっちね、あのこの B サイドっていうのは、はい、このベースのそばだから B サイドっていう名前になってるんだけど、はい、このベースのフェンスがあるじゃん、はい、ね、フェンスがあって歩いて7分圏内ったら、だいたい普通はあの円で7分圏内だけど、はい、はい、もうだいたい範囲が決まってくるね。すぐバレる。そうですね、アーラの家もう分かる感じになりました。ぜひ遊びに来てください。いいの。いいの。まあね、本当にあの、フィフスエレメンツさんはね、最近のあの、はい、なんていうかな、もう本当いろんなところで見たりとか聞いたりして、ありがとうございます。で、実はこの間ね、あの沖縄国際映画祭の、はい、あの懇親会の時の、はいはい、ところで、うん、会場であってね、お、うん、でいろんなイベントにももうすでに色、はい、顔出して、うん、ね、活躍されてんだけど、うん、ぜひあのうちの番組にもってことで、はい、お会いしたらもうね。そうなんですよ、リクさんからすぐもう連絡いや、いただいて。リクさん、あざす。この日がね、目の保養さん、いやいやいや、あざす。本当に家近いしラッキーありがとうございます。お、ね、もうイケメンだし二人ね、ね、もうテンション上がったよ今日は。上がってます。上がってますよ。チーカーにさ、あの LINE したらさ、はい、もうこいつも、ね、見せたいぐらいだな。今すぐ行きます。行きました。この絵文字とかも興奮しまくって、もう今すぐダッシュのこの絵。いやいや、はい、もうありがとうございます。しかも今回あの僕ら初めてFM ギノワンさんにもあお世話になるんですよ。 ありがとう。そうなんですよ。開局、はい、開局する前に、はい、一度開局してるかなと思って2階の方に、はい、あのワンマンライブのポスターを持っていったら、はい、まだ開局してませんって言われて、あのすいません、9月か10月からですって言われたんですよ。そうなんですよ。その時7月ぐらいだったんで、はいはい、全然始まってなくて、あの旗だけがすごいいろんなところに立ってたんで、あの FM ギノワン開局っていうのが、はいはい、でポスター持っていこうぜってなって、そしたらまだ開局してなかったんですよ。10月がね、オープンでしたからね、はい、そうですね、はい、でもあのポスターは貼っていただいて。そうなんです。ああ、そう、はい、貼っていただきました。あの新たななんかフライヤーとかあれば、あのいつでも持ってきていただいて、うん、最近新しくなったので今日置いて帰ります。ああね、ぜひね、はい、サインしてもらって飾ってもらえればと思います。あの早速ね、なんかあのメールも届いてるらしいんで。そうですね、はい、はい、メールの方届いてますね。今日は大好きなフィフスエレメンツのお二人がゲスト出演するということでメッセージを送らせていただきます。私は昨日約1ヶ月の山ごもり生活から無事に東京に帰ってきました。すごいですね、山ごもり。今年も緑いっぱいの大自然の中でフィフスエレメンツの、サマータイムで幼稚園児から中学生までの子どもたちがダンスをしていました。うーん、はい、青空と青と緑のコントラストで、コントラストの中で聞くお二人の歌声は最高です。東京のひろみさんからメッセージ来てますね。ひろみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。神々で東京のひろみさんね。いや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 、あのひろみさん言ってるんだけど、いやいや、今東京って言ったから、はい、あのお二人はね、活動は東京からスタートしてるっていう。そうなんですよ。あ、そうなんですか。で、この東京から活動してて、でヒロミさんも毎回ライブにも来てくれて、はい、東京ライブも、東京のファンの方です。そうですね。すごいですね、熱狂的。わお、はい、すごい。ありがとうございます。ありがとう、ありがたいね。ヒロミさん、ありがとうございます。山ごり、山ごもり行ってからね。そうなんです。あの保育園の先生、幼稚園、あ、保育園、保育園の、はい、保母さんで。で子供たちのそういうなんだろう、アトラクションみたいな感じで僕たちの曲を使って、ね、そしてダンス、ダンスっていうかもうその振りを考えてくれて、ね、子供たちと一緒に、はい、サマータイムで踊ってるって言ってましたね。そうなんですよ、ありがとうございます。ありがたいですね。また来月、来月の9月
9月7日からまた東京行きますので、お、はい、ぜひ遊びに来てください。お、よろしくお願いします、はい。活動はいつからされてますか？活動はですね、何年になりますか？2011年の夏なので、今年で5年目ですね。ちょうど5年ぐらいですね。沖縄帰ってきて3年目です。そうですね。あ、じゃあもう活動当初は2年間東京でやってて、はい、そうです。で3年、まあ、沖縄に来て3年だけど、はい、でももう東京行ったりいろいろ ね、 そうですね、福岡でも福岡であったりとか、はい、で ありましたけど、でも本当にねフリーでやってるから偉いなと思って、すごいですね。楽しいですね、はい、できてます。大変じゃない、でもフリーってどんな、あのやっぱりねレーベル事務所に所属するした時のメリットデメリットとかっていうのは、まあ、あると思いますね。自分たちでこう今やってて、まあ、あの全部あのそのいう営業とかも仕事も全部自分たちで一から CD も全部なので、すごいな、そういうか、あ、なんていうんですかね、やりがいがあるというか、なんか頑張れますね。裏方の仕事まで、うん、そうなんですよ、分かるので勉強になります。いろいろ勉強しながら、あ、今楽しみながらやってる感じですかね、はい、あとはもう本当にあの今日誘っていただいて、本当にあのやっぱ周りの人たちのおかげでもう本当に成り立ってるだけになりますね。結構周りに恵まれてます、はい、僕たち。そうですね、あ、いいですね、はい、いいことですね、うん、いや、やっぱりあのそれだけ行動してるからさ、あの 目につくわけだし、ね、そういうのってもうずっと営業だからね、行動、いろんなところに顔出すとかっていうのもね、そうです、いいですね結果はちゃんと後からついてきますよ、はい、うん、そうですね、あの、まあ、いろいろ会社とかね企業とかでもそうだけど、あの、まあ、最近あの IT 関係でも、会社を立ち上げて、で自分たちの会社の価値を上げていって、それから、まあ、あの M&A とかね、こう会社の価値を上げて高く売るとかね、はい、そんな感じ の IT 業界とかもうそれ当たり前になってきてるんだよね、はいはいはい、もうビッグカンパニーがあるじゃない、はい、例えば、まあ、楽天とかもそうだけど、世界的なね、まあ、何があるかな、大きいところってしっかり、いやいや、しっかり、いろいろあるじゃん、あの、まあ、日本だとね、フェイスブックとか、はいはいはい、いろんなビッグカンパニーがあるじゃん、うん、もう大体その2つ3つぐらいにも世界的にも絞られてて、うん、で会社の価値を上げてどこに買ってもらうかとかね、そういう感じになってるみたいなんだよね、企業自体が。例えばあのミュージシャンでもたくさんやっぱりどん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 生まれてくるじゃない。そうですね、でまあ、フィフスエレメンツもこれから自分たちで活動しながら、で自分たちのその何ていうかな価値を上げて、で結構いい事務所とかにあのいい感じで契約してもらうとか、そんな感じも将来的にも考えて、いいですね、そうですね、考えてます、うん、はい、やっぱりそうですね、そうだよね、もう忙しくなればなるほど、あの何もかも自分たちでってなかなかできない、ね、そうですよね、大きい仕事っていうのはね、やっぱりそういったところに所属してるからこそ、ね、入ってくるとかさ、そうですね、まあ、本当に今はまだ、こう沖縄で僕らも帰ってきたばっかりで あれなんですけど、まあ、勉強しながらちょっとできて、自分たちでもこのノウハウをちょっとでも分かっていければなと思っていろいろ今やってますけど、はい、よかったです本当に、まあ、本当にあの昨日とかのねあのニュースでね、25周年をのスマップですか、ね、スマップが解散という、だこれも、まあ、一つのジャニーズ事務所っていうねところに所属しながら、まあ、いろいろあってみたいな感じがあると思うんだけど、はい、もうあれだけのね、あのビッグなねグループがこういう形にもなるしね、そうですね、分かんないよねこの芸能界、やっぱりダメだったんですね、ね、なんかだって、はい、今年1月なんかあったじゃないですか、やっぱしないよってまたなって、急なニュースでね、やっぱ無理なんですね、テレビの速報で ですよね流れたじゃないですか、おすごいですよ ねすごいですよね、 だってあれ社会的な現象を起こすからさ、ね、言ってました、経済効果とかにも影響する、経済効果すごいよ、そうですよね、言ってましたね、例えばスマップ関連 その企業とか商品とかだったら、これ株価に関係してくるからね、
だからすごい経済のこう流れがさ変わってくるわけよ。恐るべしスマップですね。だってジャニーズ事務所でもあれでしょ、株価ね、うんうん、ちょっと影響してきてるはずなんだよ。なんか今日会社としてもなんだっけな、スマップのシングルがめっちゃ売れてるって今。あ、今日ですか？そう、やってましたね。あの本当にフリー CD も全部もう CD 屋さんからもなくなってる、はいはい、めっちゃ買い占めてるみたいですよ。あのツイッターとかね、いろんな、まあ、ファンの間で、300万枚超えを目指そうみたいな感じで、うん、今200何十万枚いってるから、はい、もうちょっととかっつって、そんなファンでどん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 この買い占めて、すごいですね。だからその300万枚っていうのを、はい、あのまあ最後の花向けにっていうかね、それをあのファンの間で達成しようみたいな形の流れもあるみたいだし、すげえ、もっともっといろんな影響がね、いろんなところに出てきそうな感じだよね。そうですね。もう番組だってさ、ラジオテレビとかすごい持ってるじゃん。そうですよね。これももう今もう大騒動してる多分。うん、どうしようって、うん、だってもう昨日だってスマップスマップどんな気持ちで見ればいいのか分かんなかったですよね。見たの？ですよね。見た見た見た。確かにどういう心境でやってるのかな、うん、この人たちってなりますよね。そうそう、うん、それが気になってみた。あの確かにもうワイドショーはちょっとこの話題とオリンピックの話題ばっかりだったから、うん、で見たらあのものすごいやっぱ影響力あるじゃん、はい、ジャニーズと吉本興業とかってね、うんうん、で、まあ、ジャニーズの、ね、例えばあのキムタクのね悪口を言うとか、うん、なんとかって言ったら、うんうん、もうその番組から干されてしまうとかね、業界から干されてしまうとかって、はい、いうぐらいの影響力持ってるわけ。だからあんまりワイドショーでも露骨なこと言わないだろうなと思ってたわけ、はい、ところが今日の 昼過ぎのね、こう見てたら、うん、もろに言ってたね。いやいや、キムタクと香取慎吾の、はい、対立みたいながもうどうしても溝が埋まらなくて解散になったとか、うん、言っていいのみたいな、うん、これはでも前からね、なんかネット上では、ネット上では流れてるけど、ああいうワイドショーでさ、テレビで言っちゃったんだ、うん、言うと思わなかったけど、もろに言ってたね。あ、今もこんな時代なんだと思ってた、うんうん、まあ、ネットでも知ってるからもう、うん、隠せないから言っちゃったのかなと思うような感じだけど、まあ、でもね、これによってじゃあ誰が悪いとかね、誰がどうのこのっていうこんなの探してもしょうがないから、はい、まあ、本当に、前向きな解散という形でね、うん、みんな受け取ってもらえれば、うん、本当のファンとかもう だって25年来のファンとかに密着してる取材とかもあったんだけど、はい、昨日のスマスマをこうやって見てる、はい、のこうずっと撮ってるわけ、うん、番組はこう、ね、映さないけど、うん、その人だけずっと定点でこう見せてたんだけど、やっぱり最近中井さんがね、はいはい、おい木村とかって言ってたのが最近は木村さんっていうようになってきたってきてるところがちょっと変だったとかね、うん、やっぱり長いファンの人はどっかで感じてるわけよね、うん、おかしいおかしいとか分かるんですね、うん、ちょっとね、香取慎吾のがなんか番組にね気が入ってないとかね、うん、なんかそんなのが見えてきたとか、感じてる人はもう感じてたっていうかね、みたいだけど、でも25年、まあ、それ多分以前よりいると思うんですけど、そうやってなるんですかね、今更なんて言うんですか、このなんて言うの、何かがあったんですかね、やっぱり仲が悪くなったなんていうのかきっかけとかっても当たり前というか、まあ、年齢的なものもあるったらもう、ね、みんな42、3歳で、うん、香取慎吾が30何歳かな、うん、もういい年齢になってきて、うん、まあ、社会的にもね、うん、もう自立して自分でこういうふうにやりたいとかっていうのもあるんじゃないの、うん、まあ、いつまでもずっと5人の中の下っ端とかじゃなくてね、はいはいはい、だから、うん、まあ、そういうのとかいろいろ多分あると思うんだよね、うん、人生の中で、うん、どんどん新しいジャニーズの、ね、グループは出てくるし、うん、自分たちの立ち位置っていうかね、これがもう今もうこれからどうするのかなみたいな、うん、分岐点に来てるはずだから、はいはいはい、その老後のこと
って言えば大げさになるかもしれないけど、はい、将来のことをもう考える年齢になってきてるはずだから、うん、お互いの道をもう歩こうっていう感じじゃないの、うん、いつまでもアイドル、もう 50目の前にしてさ、まあそうですよね、アイドルのステージ立てないじゃん、まあそうですよね、で体力的にもね、もう走ったり、ね、飛んだりってなかなかできないっていうのも、だから考えてのことだろうね、うん、それができなくなって辞めるっていうのと、うん、もうそれが5年10年先に来てるんだったら、うんうんうん、もう今でしょうみたいな、うん、今だったらどっちにも行けるよみたいな、うん、ところがあるから、うん、っていうところもあるんじゃないかなっていう、これからがスタートですから ね、 そうですね、まあ、一人一人、うんね、スマップだけじゃなくてここでもいろいろ活動してますもん ねすごい、パフォーマンスみんなね、はい、出してるからね、モノマネがうまかったりとかいろんなね、はいはい、あるからいろんな分野で発揮はできると思うんだけど、うんはいはい、ここで昔言った森さんが辞めてあの人が一人でスマップになればいいですけどね。そうですか。あの人が結局やっぱ続けるっていう話だったら面白いです。面白いです。バイクレーサーも、ね、バイクレーサーも辞めてもらったっ。これいいかも。いいですよね。これいいな。受け継ぐっていう、うん、でも本当に大激震だよね。そうですね。だからまあもうこの。まあ、お二人がミュージシャンだからまあ、この問題にもちょっと触れとこうと思ったんだけどいろんなところで、ね、いろんな話されてるはずだしね、うんはい、みんなやっぱりどうなるんだろうとか番組はどうなるんだろうってだって冠に番組タイトルの冠に、スマップなんとかとか、うんうん、何スマとか、うん、でもラジオもテレビもそうなってるじゃん、うん、それがそのスマップっていうグループ自体が解散だからそうですよ、ね、番組タイトル自体も変わるしおじゃマップとかもそうだし、ねうん、あそっかあそかそかそかもう全部全部全部なんか入ってるから名前がえじゃあ昨日でスマスマ終わりですか、うん、いや来週もなんかやる感じでしたよね予告みたいなのがあった、うん、一応解散はね12月31日というから、うん、年内ですよねあじゃあ年内だ、うんうん、はいはいはいただね皆さんがまたどんな表情で収録するかとかさそうですよねなんかみんなでやっぱそこ見ちゃうよねもうみんなそういう目で見るからねちょっと昨日見たかったんですけどどんなでした昨日なんだろうもう慎吾とやっぱり木村のギスギス感はなんか感じましたよ自分は、正直感じましたよじゃあ あれとかどうしたんですかビストロスマップとか今誰とペアすか昨日が木村と草薙で違うんです、うん、で自分五郎と組むのかなとかって思ってたんですけど昨日はちょっとなんか違う感じで、はいはい、やっぱ一応新事はバラバラでしたねあそうでこの放送が流れて、まあ、ちょっとググってみたわけよ、はい、そしたら、まあ、いろんな内部事情こう、ね、詳しい人とか知ってる人とか、うん、芸能関係の人かなかなその中でやっぱりじゃあジャニーズを香取慎吾が抜けてそのお世話になってたマネージャーさんが 1月に辞めたのがとても影響してたらしくて慎吾がとってもお世話になってたねそのマネージャー女性マネージャーが辞めたからっていうのもあってちょっと香取慎吾が鬱っぽくなっちゃってもういろいろ今まで来ちゃったとじゃあ解散はスマップは解散したけど事務所には残るっていう発表してるじゃない、あ、はいはいはい、だけど例えば香取慎吾がその辞めたマネージャーさんがね新しい事務所を立ち上げて、うん、でじゃあ慎吾はもうそこから活動するとなった場合は、うん、多分もう芸能界から干されるだろうっていう書き方されてたねその事務所を元にどっか番組に就いたとしてもね徐々に干されていくだろうっていう恐ろしいこと書いてたねこういうのやめてほしいですよね、まあ、本当かどうかはね、うん、別としてねでもそのぐらいジャニーズとか、吉本興業とかもすごいやっぱり、芸能事務所でね影響があるところは、うん、やっぱそのぐらいあるらしい、うんうんうん、例えばねスマップが出るような番組 で、うんうん、で何かあった場合、うん、で事務所が、まあうん、あの人番組出さすぐらいだったら、うん、うちの嵐出さないよとか、うんもうなったらちょっと待て待てってなるじゃない番組は、うんうんうん、だったら彼はじゃあもう出ささないよとか、うん、っていうぐらいのことは平気であるみたいだから出演 NG が呼びますねそのそうだんだんそうやって干されていくみたいな芸能界っていうのは怖いなっていうねうよかったな芸能人じゃなくてねチーカねそうですねチーカさんあれですかハーフですかクォーターですーーでもあれですよ全然ヨーロッパとかですか
なんかアメリカではない感じがします。方言しか喋れない。読谷方言しか喋れないあの子。これ言わないでくださいよ。読谷方言ってあるんですか。なんかこの訛り、訛りで15分ぐらい喋ると思ってなかったんですけど、ね。自分も思いました。リキさんどこまで行くのかなと思って。読谷の方って読谷の方ってあれですね。コーラのことを黒水炭酸水っていうので。これは一部だけだと思います。私はコーラと言います。あでもコーラーって言うけど。自分の友達が言ってました。読谷のコーラですよね。コーラーって言ったらいつも怒られます。コーラだろって。じゃあもうとりあえずもうあのリキさん自分喋るだけ喋っていやいやいやあの一曲ねあのフィフスエレメンツさんの一曲を一曲言ってまた後半はあのスマップの話題なしで、ね、はい行きますんでわがままプレイですねじゃあアイランドお聴きくださいどうぞ。はいね、この本当にアップテンポでいい感じだねアイランドね。ありがとうございます。もうタオルぐるぐる回してね、ぜひみんないいですね遊びに行ってほしいなと思いますね。うん、あとあのこの B サイドのね姉妹店で、バーモンタナがあるんですけど、
そちらでね、まあ変則的なんだけど土曜日だったり金曜日だったりいろんなイベントがあるんですが、今月はね第3木曜日あさってですね、8月18日の木曜日、これ毎月第3木曜日に、純と助の、ライブがありますね、第8回目、純選手と新と助、ビズお笑いライブということで8月18日木曜日、19時半会場の20時開演で、チケットは前売りで、前売り当日1000円ですね。で1000円 で、うん、でプラスまあ、ドリンク、自分のドリンクとか、はい、おつまみとか頼んで、結構ね1000円でこれだけの、ね、ライブまた見れて、その後もね、一緒に飲んだりとかできるんですよね、うん、そうそうそう、いいですね、お笑いライブありね、でまた今オーナーさんとねフィフスエレメンツもねまた今ちょっとね、交渉してましたけど、ね、行く行く、モンタナでね、ぜひ、ま、行く、ちょっとライブもライブさせてください、はい、面白いかもしれないね、はい、一緒に飲んでくれるんですよね、その後はい、行く、いいね、いいねじゃあもう近々フィフスエレメンツの、はい、ライブも可能性があるってことで、バーモンタナの問い合わせ先は 098-892-0876 098-892-0876 までお問い合わせください、はい、あさって8月18日の、19時半会場20時開演の純と助のライブのご案内でした。はい。はい。ということで、まあお二人のね、はい、まあ今後の近々の何かイベントとか祭りとかのなんか、出演予定とかありました。告知の方もお願いします。いいですか。はい、あります。たっぷりお願いします。じゃあ僕から。はい。8月の25日なんですけど木曜日。うんはいはい、これも普天間になるんですけれども、はい、ミルベッソというお店でですね、セクシーダンスナイトというイベントがありまして、レゲエダンサーから、はい、フラミンゴダンサー、それから、まあ、僕らのゲストフィフスエレメントのライブとですね、ちょっとパーティー的なイベントがあるので、そこも詳しく場所を説明して、普天間さんへの隣です。一応分かりやすい、この通りですもんね、普天間さんへの隣ね、僕の家から歩いて3分ですね。また行っちゃう、結局全部アーラのお家から来てるから、アーラの家から行って3分、そうなんですよ、どこよっていう話、三重の隣にこういうのできるとこあったっけ。ありますね、クリーニング屋寄りの三重のクリーニング屋寄りの隣です。聞いてる人クリーニング屋クリーニング屋寄りの2階、そうです、あスカイエンジェルビルじゃなくて、スカイエンジェルビル全然分からない、あるね、あっちです。アーラさん飲んでる、ね、もう飲んでるね、バーらしきあれが見えるね。で、そこがカチンバっていうアーティストたちのお店なんですけど、あ、そうなんだ、その人たちがやられてるお店で、でカチンバさんたちと僕たちとあとダンサーたち何組かとライブします。で、いいですね、その日なんですけど、はい、カチンバさんと生セッションでちょっと何曲か、初めてカチンバさんと一緒に歌わせてもらうので、光栄です、はい、8月25日ね、8月25日です。おお、これはチケットは、あ、今電話ね、チケットがですね、1000円ですね。あ、安い、これも安いです ね、19時オープンの8時スタートですね。おー、いいですね。で、僕たちのライブの出番が、まあ、21時ぐらい、第1ステージやって、その後にカチンバさんのライブが始まって、で、その後に、カチンバさんと僕たちでちょっとセッションで、はい、コラボでありますので、おー、いいですね、はい、遊びに来てください。いいね、よろしくお願いします。こういう案内とかは、お二人の、あ、フィフスエレメンツのフェイスブックあるもんね。そうですね、フェイスブックとかでもいろいろあれすごい検索しやすい、数字の5を入れれば、はい、で大体出てくる。あ、出ますか。そうなんですよ、マジですか。そのこら辺がちょっとすごいやりやすいですよね。いい狙いだね、いいですね。普通ね、なんか文字とかさ、案内入れたら、なかなか検索しづらいけど、数字の5を入れて、フェイスブックで検索すると出てくる。そうです、フィフスエレメンツ、そうです、そうです、ナイスですね、いいですね。覚え、フィフスってちょっと言いにくいんですけど、その検索はすごいやりやすいんですよ、すぐ出てくるんですよ、フィフス。確かに言いづらいです、自分さっきずっと噛んでましたからね。言えない人すごいいるんですよ。MC の人とかでもフィ
フィフスとかなんかこう言いにくい。あとエレメントっていう人がすごい多くて、ね、エレメンツって言うんですけど僕ら。ツーだよね。だからもうそこら辺も最近スルーして何も言わなくなってます。もう注意しづかれたというか。オッケーですみたいな。そうなってくるよね。いいですね。うん、僕はもう最初からね。ありがとうございます。だからさっきオープニングでなんていうのかなって思ってました。ちょっと期待してます。ちょっと自分言っちゃいましたね。僕アーラーには間違えたけどね。あのエーラーでしょって。そうだそうだそうでしたね。エーラーあのぜひ FM ギノワね遊びに来てアーラーですって。いや面白いですね。そこは言いましたけど。名前ね本名を見てから、はい、あーアーラーだと。アーラーですよろしくお願いします。日のミルベストライブの次の日も実は、うん、また普天間で普天間でまた普天間であのライブがあります。ちょっとその告知をさせていただきます、はいはい、結構地元から離れたくないんだね。なんかそれまで全然普天間でライブがなかったんですけど、うん、たまたまこの時期たまたま先月はあの JJ さんバー JJ さんでライブさせていただいて、でその前の月またあの5月は僕のバースデーライブがまた普天間であったんですよ。結構なんかいい感じに来てるね、はい、しかもこの通りだけです。この通りでね、この通りだけ。この通り何通りっていうんですか。何かあるね。ちょっと今暑いです。フィフスいいですね、はい、結構マーキングしてますね。そうなんです。これはあのデイゴ通りとも言ってるし、今ヒルズ通りに変わったんでしたっけ。 なんだっけな、ギノワヒルズ通り、ヒルズ通り。今からアーラ通りになるんじゃないですか。アーラ通りですね。アーラの家通りになりますよ。そうなんですよ。でその26日に、バージェイズっていうあのバーがあるんですけど、そこももうすぐ近くで、僕の普天間の後輩の、うん、後輩がやってるお店なんですけど、そこでまたイベントがあります。ライブ、そうですね、26日金曜日ですね、はい、オープンが19時、はい、そして僕たちのライブがね何時かちょっとまだわからないんですけど、わからないんだ、はい、そこはねわからないんですけども、またあの Facebook など Twitter などで、詳細またアップします。はい、なんだこれ、前売りが1000円、そして、当日が1500円となってます。うん、やっぱあのなんか地元間でやっぱりなんか値段が結構、ね、本当に安いので、うん、安いですね、すごいいいと思います。本当にいいと思います。楽しめるんだったらね、とか東京ではありえないよね。ありえないです、ありえないです、うん、2人の、うん、全然お得ですよ。東京は9月7日から、はい、これあのライブは9月の、はい、もう連戦で9、10、11、12ぐらいまでもうずっと連戦でツアーでライブが入ってるので、土日月火ぐらいまでは行こうかな、はい、もしその日に東京行く、これ全部東京、はい、全部東京です。あ、本当、あと川崎も多分入ると思います、はい、神奈川の川崎、あ、川崎、はい、多分リキさんが連れて行ってくれるはず。いやいや、9月じゃないな、俺行くのは10月だ。10月だ、まあ、そうか、東京は、あ、そう、じゃあ10月にも組んで、はい、ぜひ素晴らしいですね。よろしくお願いします。先月もあったんですけど東京の方で、うんうん、東京の目黒と目黒、そして川崎、神奈川ですね、そこはやっぱり面白いですね。川崎はチネチッタのところかな。川崎はですね、沖縄料理屋さんユンタクっていう沖縄料理屋さんがあるんですけど、そこでちょっとライブさせてもらいました。あ、居酒屋で。そうです。もうそこも営業とか自分たちで、もうはい、知り合いの、知り合いを通してちょっと紹介してもらって、すごいですね、はい、まあ本当にね、ミュージシャンって2人組のね、うんうんうん、まあ、ボーカルユニットって結構いるじゃない、うん、沖縄でもね、うちの番組も出たの D51 とか、はいはいはい、ね、ユープラも今、まあ、ある飲み屋の常連一緒に、うん、常連さんで、まあ、はいはい、今度出てくる予定なんだけど、はい、どんなのよ、やっぱり相当やっぱり、はい、ライバル心と意識とかこういったのは、お互いでってことですか。フィフスエレメンツがその他の2人組に対してと、ね、別にあんまり意識したことないです自分は、うん、あんまりこう、はい、もう自分たちの、まあ、先輩たちなんで自分たちのもうカラー出して、そうですね、ちょっとまた自分たち の曲調とちょっとまた変わってくるので、ジャンル、はい、ジャンルというか、はい、曲調が全然また変わってるので、うんうんうん、別になんかそこら辺は全然、うん、まあ、尊敬する先輩として、まあ、いてっていう感じで、はい、そんなライバル視とかなんかそんな、なんか気持ちはないですけど、うんうんうん、
やっぱりね、あのファンもそれなりに見てるからね、いろいろ、まあ、ビジュアルであったり、あの音楽のね、ジャンルであったり、音楽性とか、で、ゆうくんは、はい、あの、本名、本名ですか、本名、ゆうさくです。ゆうさく本名、ゆうさくで、ゆうって言うんですよ。ゆうちゃくなってなかった、あれちょっとなんか間違えたんですよ。あ、間違えてんの。はい、ゆうちゃく、はい、ゆうさくなんですよ。あ、フェイスブックですよね。あ、聞いてる人多分ポカンなんですよ。フェイスブックで。あ、はい、そうなんだ。はい、ゆう、ゆうです。リッサめっちゃ自由。いやいやいや、自由だよ。ちゃう、あのな、どっかね、あの外人の血が入ってるのかなとか。あ、僕はちょっとだけ、あのお父さんがクォーターなので。あ、そうなんですね、はい、ちょっとだけ入ってます。クォーターの子供なんで。またアラはハーフのですよね。お父さんがハーフなんで。あ、アラさん入ってますよね。あ、じゃあお二人ともクォーターです。3人とも。あ、なんかすいません、なんか今日3人仲間みたい、ごめんね。俺も実はあのフィリピンの血が流れてる。苦しい。家島とフィリピン。リキさん苦しい。苦しい。ちょっと苦しい。え、嘘だったんですか。いや、お袋がフィリピンで生まれたっていうだけ。あ、じゃあその感情はあるんですね。この感情。はい、感じは。感じは。感じはもう雰囲気だけで。濃いですね。っていう感じで、まあ、あの、まあ、お二人のね、あの活動内容とかは、はい、あのFacebookとかでね、ぜひあのチェックしてほしいなと思いますね。そうですね。はい、お願いします。お願いします。で、まあ、今後 の、 あの目標っていうか、その活動目標とかっていうのは、そうですね。今年はあのリリースも考えているので、まあ、リリース、まあ、新曲もですね、みんなに早く提供できたらいいなと思うので、まあ、ライブでもあのちょっと今回リリースする曲ももう少しずつ歌ってはいるんですけど、ちょっと楽しみにしてもらえたらなと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、こ、個人でこう活動してる場合、はい、曲 の、 なんていうの、練習とかこの、録音スタジオとかっていうのは、そうですよね、ちょっと気になった。いつもそうですね、はい、最近はあのカデナにもすごいいいスタジオがあるので、カデナメディアセンターっていう、あ、はいはいはい、あそこでやってるんですか。レコーディングをさせてもらったり、 あの辺庭なんで行きますね。あ、まあ、ぜひ遊びに来てください。あそこめっちゃいいですね。あそこ、すごいっすよ。あそこで、やったことある。いろんな人やってますよ、第一のメジャーアーティストも、あっちを使うぐらい、すごくいいよ。すごいスタジオなんで、湘南の風の若旦那さんとか、ケツメイシさんとか、デフテックさんも、立派なスタジオ、はい、もうみんないろんな人を使ってるんで、まあ、あちらでやってるんですね。そうなんですよ、次遊びに来てください、ぜひ。行きます、絶対行きます。はい、本格的だよね、本格的ですよ。すごいスタジオです。なるほど、いいね。じゃあもうそこがホームっていうか、いつも使ってると。はい、これからまたいろいろお世話になっていきたいなと思うんで。いいですね。チーカの方から何かある？あれ来てるかな、あのメールは来てないですね。Facebook のちょっとあの、なんだろう、携帯で、あ、ツイキャス今日やってないか。リキさん喋っていいのかな、チェカ。いいよどうぞどうぞ。あのなんだろう、ちょっとお二人のことを調べて見てた時に、ユアーラさんかな、寿司が嫌いで、ユウさんが生物が嫌い。あ、よく、え、すごいっすね、そんなのも出てるんですか。はい、それ何にやったんですか。これはなんかプロフィールみたいなの出てて、はい、そうなんです。あ、魚が2人とも、2人とも生物がダメなんだなと思って、生がちょっと食べれなくて、もったいないですね。そうなんですよ、よく言われます。だから沖縄にね、寿司屋に連れて行ってもらってもあまり嬉しくないんですよ。北海道行ったらね、海産物とかもう殺人とか前のいっぱいあるもんね。そうだから、お前たち絶対新鮮なもん食ってないだけだよって言って、もったいない、いいもん食いなさいって、そしたら分かるよって言われて。もう全般的にダメなんですか。あの光物がダメとか、よく臭いのがダメとか言うけど、はい、もうマグロとかでもダメ。あの一応食べれるはするんですけど、あのただ好んでこう食べはしないというか。そうなんだ、珍しいなと思って。あの二人ね、本当にいつも肉とか、タコライスとか、ファーストフードとか、一緒そんなの食べてます。蕎麦とか一緒。そうなんですよ、ラーメンとか、ラーメン上宮なんですよ。あ、蕎麦とか、いいもんね、ラーメン屋近いんですよね。
あ、ラーメン屋近いですか？ラーメン屋近いし、刺身屋も近いです。あ、マジですか？はい、ね、しばらしてるさ。もうだんだんで縛られてきたね。もう大体分かってる。普天間のラーメン屋と刺身屋って言ったらもう刺身屋もう刺身屋しかないんで、もう今度東京のひろみさんは家まで来るかもしれないね。今日ね、初めて聞いてるリスナーさんのためにね、まあ、CM ソングとかでもね、はい、ブライダルジュエリー系宇野さんとか、あの龍大進学塾の CM ソングとかもね、はい、流れてるんで、その CM 流れた時に、あ、フィフスエレメンツだっていうことで、ね、思い出してもらえれば、はい、ね、そうですね、よろしくお願いします。お願いします。いい感じで今躍進中です ね、 ってことで、もう本当にあっという間に、だから番組がスタートした時はかなりね、はい、日が高かったですよ、ね、すごい、うん、いい感じになってきてるでしょ。めっちゃサンセット綺麗、綺麗ですよね。すごいね、めっちゃいいですよ。これはリスナーさんに届けられないな。届けられないな。届けたいな。でも、ね、写真でも伝わらないですね。ぜひ普天間に遊びに来てください。ぜひね、FM ギラワンが入ってるね、絶景の一つだから、 B サイドビアガーデン、いいですよ、ね、最高っすね、こっち、うん、まあ、なんかこのなんかラジオ番組も深呼吸もいいですね。いいでしょ。なんかめっちゃ普通に喋るトークな感じで、そう、結構毎日わき汗かいてますよ、マジさんこの、ね、自由さは。ハラハラヒヤヒヤしてる。あー、違うな、ヒヤヒヤしてるんですよ、はい、自由だからさ、僕が素晴らしいと思います。だってこんな感じ、スマップの話で15分引っ張る。だからいつ、いや今日は、いつなんかそういう話でまだ持っていくのかなと思って、ね、もう楽しかったです。いつ戻そうかと思って、うん、いや、まあ、こんな感じの番組なんで。いや、はい、いいですね。またぜひ出てくださいね。はい、もうぜひ、ね、よろしくお願いします。いつでも呼んでください、はい、はい、いつでも来てください。僕あれなんですよ、こっち、うん、ランニングコースなんですよ、うん、この通り。本当にいいの、そんなプライベートまでいいの。本当にランニングコースなんですよ。じゃあもう走りながらこの時間に合わせてね、パッて来て、ちょっとパッて来ていいですか、告知して、パッて去っていくとかね。あ、そういうのも大丈夫です。大丈夫大丈夫。大体何時頃走ってる。もう今のぐらいですね、サンセットが綺麗な時。あ、もうこの時間にはもうこの辺走ってる。はい、オッケー。ちょっと太陽が落ちてステージチェックしてる。オッケーです。ね、ということで、もう本当にあっという間のね、もうあと 1,2 分ぐらいでね、うん、番組終わるんですけど、なんか言い残したことありますね、最後にもう一回日時とかも、あ、そうですね、もう最後に誰々好きだよとか、どういう意味ですか、これここで言うの。告知させてもらっていいですか。はい、来週8月25日木曜日、普天間のミルベストですね、三重の隣、2階にありますミルベストで、うん、19時から、それと、その次の日8月26日、金曜日普天間バージェイズですね、うん、そこも19時から、僕たちライブやってますので、ぜひ遊びに来てください、はい、詳しくは、詳しくはFacebook、SNS やってますのでチェックお願いします。本当はね、もう本当にもっともっといろいろね、うん、話聞きたかったんだけど、はい、ぜひ、はい、年内にまたね、はい、もう一回来てもらって、こっちオファーしていいからね、2人からそうそう出たいんだけどみたいな、はい、もう全然本当に来てください、おっしゃってもらえれば、はい、もう埋めていきますので、なんかね、イベントがある時の告知したいとか、はい、もうそういうのでも全然、はい、はい、ということで、はい、ね、はい、今日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございます。また来てください。はい、ありがとうございました。はい、FM ギノバンレッツ新国、この番組は、ビアガーデン B サイド、オーシャンビューネイルカフェコッコ、ジミー、ファッションホテルかくれんぼ、エステティックサロン R3 の提供でお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。